大里、11番進行マーチャン、収まって全馬ゲートの中スタートしました。ほぼ揃って出ました。まずは向正面9番ウィリアム・バローズ、今日も先頭に立っていきます。リードを1馬身、4番ヒロイックテイル、5番ノットゥルの2番手3番手、4番手内から1番ガルボマンボ、2番のキリンジ、外に3番名勝ハリオと続いていきます。1周目の3コーナーに向かうところ、1馬身半差、10番のウィルソンテソーロは中段、3コーナーをカーブしていきます。この後ろが5馬身ぐらい空きました。6番アンブロジオ、また4馬身ぐらい空いて7番のシルトプレ、外に8番のダイモン。1周目の4コーナーカーブ、また5馬身差、11番進行マーチャン1番後ろです。ホームストレッチに出てきました。先頭は9番ウィリアムバローズ、今日も逃げの手、リードを1馬身です。外から4番ヒロイックテイル、内は1番ガルボマンボ、差がなく5番のノットゥルノ、そして10番ウィルソンテソーロ。大きな歓声の中スタンド前から1コーナー、その後ろに3番の名勝ハリオが続いていって、2番のキリンジ、4馬身差7番のシルトプレが中段に続いていきました。前の馬群は固まって2コーナーをカーブしていきます。逃げる9番ウィリアムバローズ、リードを1馬身取っています。2コーナーから向こう正面800を切りました。2番手1段になってきました。ヒロイックテイル、外から乗ってるの2頭のインコースに10番ウィルソンテソーロ、そして3番の名勝ハリオ、これら1段になりました。少し遅れ始めた1番のガルボマンボ、その後ろからは2番のキリンジ、3コーナーを目指していきます。その後は離れて7番のシルトプレ、大きく間が空いて6番のアンブロジオ、8番ダイモンと続いています。3、4コーナー中間600を切って、ここで先頭変わる。10番ウィルソンテソーロ仕掛けていって、早場先頭、2馬身3馬身リードを取りました。2番手に交代9番ウィリアムバローズ、これをかわして名勝ハリオが追ってくる。4コーナーから直線200を切りました。独走に入った10番ウィルソンテソーロ、4馬身5馬身のリード、2番手は食い下がって名勝ハリオが追っているが、差は詰まらない。独走だ、ウィルソンテソーロ、河田優がゴールイン。2着は3番名勝ハリオ、開いてその後2番キリンジが追い込んで3番手、さらには7番のシルトプレの追い込み、内は5番のロトゥルノ。佐賀競馬場で初の JBC 大トリを飾ったのは10番ウィルソンテソーロ、川田優が騎手でした。ここで待望の G1 初制覇。